オリス・クレイボーン・メレディスは、バージニア州リッチモンド出身の元プロ野球選手。愛称は、ザ・クロー。バージニア・コモンウェルス大学時代にメレディスはほぼ、救援専業で起用された。2003年には6勝0敗で、防御率は、学校記録となる1.19を記録し、これは、同年の NCAA ディビジョンアイでは2位となった。またこの年には8セーブ。 70奪三振を記録し死球はわずか16個だった。また、大学時代の通算防御率はべく記録となる2.52だった。2004年の MLB ドラフトでボストンレッドソックスから6巡目指名されて入団。A 級オーガスタグリーンジャケッツでキャリアを始めた。13試合で無失点6セーブ18奪三振3、死球という内容だった。 A 級サラソタレットソックスに昇格したメレディスは16試合に、投げれ勝賞2敗12セーブ16奪三振3死球、防御率2.20を記録した。2005年には A 級ポートランドシードックスに昇格し、12試合で15回を投げて、無失点で12奪三振3死球という成績だった。5月8日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たしたメレディスだったが、 にににをを与えたたた後にリッチーセクソンに万塁本塁打,を打たれ即降板となっってしまったメレディスの投球フォーム2006年5月1日にメレディスはダグミラベリの交換要員としてジョシュバードと共にサンディエゴパドレスへ移籍したパドレス移籍後初登板となった5月13日にメジャー初勝利を挙げるこの年のメレディスは50投球回以上投げた投手としては ナショナルリーグ1位となる防御率1.07と被打率170を記録。7月18日から9月12日にかけては28試合連続33回に3連続無失点を達成した。これはランディ・ジョーンズが持っていた30投球回連続無失点の球団記録を更新するものだった。 また1970年以降の新人投手としては1984年のオーレル・ハーシュ・ハイザーと並ぶ2体の連続無失点、投球回記録となり、連続試合、無失点も1920年以降の救援投手としては史上2位となった。2009年7月、オスカー・サラサーとのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍、12月に1年契約でオリオールズと再契約した。 2010年6月22日、ィーフとなった。2011年2月2日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだが、3月27日、放出された。その後、現役引退した。ありがとうございます。